TAMURA MASAKA at FM ABASHIRI さて、えー、火曜日10時になりました、えー、田村正和賞あとふむばしり今週もお1時間、えー、お付き合いをどうぞよろしくお願いしますね、えー、さて、えー、今日はね久しぶりに、えー、ゲストを招いてるんですよね、えー、さあちょっと声のテストも兼ねて、えー、聞いてみましょうか、えー、クロス美幸さん声を出してみてくださいはいスクールミューのクロス美幸と申しますあオッケーオッケーオッケー えっとね、あの私ら男にとってはこんな仕事もあるんだというような、ねえーまあ、仕事をやっている人で、ねえー、ざっくり言ってざっざくりも言いようがないぐらい、まあ、ちょっと本人にいろいろ問い詰めてみますわね,本当ねあの事情聴取させてもらいます <laughs> <laughs> まあ一時間ゆったりやってくださいで話していって、ね、うん何のシナリオもないわけですから、えー、思い出してあ これも話しておきたたかった、ね、そういうことがないように、まあ、1時間なんとか、えー、埋めていきたいなと思います。えー、さてそれでは、えー、今日はねすがすがしい天気になりましたよね。えー、よかったな本当に、えー、南の方では台風だとか、うん、荒れてますけどもねなんか網走りの今日はすごい快適ですよね。えー、さてまあ9月になったんだそういや今日は9月。 1> 1日、ね、9月1日になりました、えー、だからどうなんだ、ねまあ、いいんですけども月が変わったらまあ気持ちを新しくしていらんかったゴミを捨ててそうやってやっていこうと何かに便乗して自分の都合のいいように塗り替えていったらええような気がしますさて、えー、せっかくゲストがいらっしゃるので、えー、クロスみ美きさん、えー、何屋さんですかそのとこから話していただきましょうか。はい、ねうん どうぞ <laughs>。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、えっ、ー、と私おはようございます、皆様すいません遅れまして、えー、スクールミューのクロス三木と申しまして肩書きは印象アップ講師という肩書きでし活動しております。うん、はい。こ怖いいねこれはねあのあでも女性の印象アップっていうのがまあ。 最初になんか、うん、掲げたのかな、そしたら。あ、そうなんです。うん、はい。あの、女性のために、というのが、主なんですけれども。うん、あの、あった時に、こう、もう一度会いたい。うん、あの、あの人、感じがいいな、また会いたいな、っていうふうに。うん、はい。うん、う思うようになるのを目標に。大事だよね。はい、活動しております。 あれね、人の人のなんか成功っていうのはさ自分は一パーセントで、はあ、その周りが九九十パーセントあのー、決めてんだってね。えー、いやそれはね俺のそ尊敬するその斎藤一人さんっていうね一人<あ>、えー、さん、はいえー、言ってたんだけどねえー、どういうことなんだろうなって聞いたらさやっぱりそのだらしなくしてるとかさそ,そういう印象があったら、えー、まあ、うん、まあだめなんだよね。結局。うん そのニコニコして印象が良かったら「あ,あこいつ可愛いな」とかね何、はい、か仕事やろうかね、はい、なん何か頼んだ時にさ「はい」ってね、はい、何でもやってくれる人、はいね、金もくれないの嫌だって思っちゃったやつはもう多分可愛がられねえから、はいえー、そいつがなんぼ能力があって頑張ったってさ。 誰もあこんなやつ憎たらしいんだなんかリストラの機会があったらなんか理由を探してこいつから始末してやろうかなそんなことをよって本当は分かりやすく話する人やなと思いながらね思ってただから印象アップは大事だよそうですね能力があるなしではないものですよね印象というのがそうだよね人が決めるんだからねそうですねそのの人 れだこれな。でもこれあんまり作為的じゃいかんしねあそうなんですあああの印象をアップすると言いますと私あのビジネスマナーも教えてるんですが<ー>ビジネスマナーはきちんとした印象<ー>、ま、社会人としてのきちんとした印象これも大切ですけれども、うん、きちんとしすぎると、うん、今度は硬い印象を与えてしまうと思いませんかそれは思う <laughs> はい、あのー 俺はね、こ例えばほら公共放送じゃん一応ね公共放送借りてんだけど、はい、やっぱりねあのちゃんとはできないんだよね何かそういうのがね駄目なんだよねな,なんちゅうのかねだからまあちょっと崩れた言葉はどうしても使ってしまうんだけどやっぱりそこら辺は、まあ、まあこれはもう自分の自分の感覚なんだろうけどね、はいえー、きっちりええー ね、それらしい言葉で言葉遣いでさやればいいのかもしれないけどもね、はい、それだとなんか伝わらないような気がしてね本当にそういうところは、うん、いや自分はね自分はか考えるけどね、はい、あれ会社の中でのだったら本当にまあやっぱり最後まで建前の社会だからねそうだ、ね、からそこら辺のあんはかなり、はい、あの考え踏まえとかない,といかよね。そうですね日常生活のそのそ 印象アップとはまだちょっと作り方違ううだろねそうですねきちんとした中でも柔らかいものが残るというのが私の目標でいやそれも本当にあのなんぼちゃんとしててもさあれ嫌な感じするよねやっぱりんかそうなんですよ。あんまり卒がないとさそうなんです。あんたた正しいいいけど嫌だななみ あの、あの道、道路走っててもさ、<laughs> はい、ね、あの、四十キロ制限なって、普通ありえない、ね、<laughs> うん、だけど。で、四十キロで走、走ってる車なんかいるんだよね。うん、はい。そりゃ、あんた正しいよ。だけどね、うん、俺あんた嫌いだよって思うんだからね。<あ>後からついてってんだけど、だね。わ<あ>、ね、かりやすいですね。うん、本当そうよ。でも、守っていらっしゃるから、悪くはない、うん。正しいんだよ、ね。ほんそうですよね。うん、だけど。 さっきの車どんどんさっき行ってるじゃないかついていけよみたいな思うんだよねそれはこれを警察の人が聞いたらさそれはお前が間違ってるって言われるかもしれないけどもそうですねあと周りも見てないですよねぴったり走ってる方はそういうこと自分は正しいそれでいいんだよねああそうそうそこは大事だねとにかく周りとの絡みでもってやっぱり俺らは生かされてるんね てめえで勝手に生きてるってうのはもう大きな勘違いでね、あのー、周りからいろいろ施しを受けて、ねあのー、生かされてるんだよ、本当にねパパとママ,マ,マがさいつもご飯を作ってくれる当たり前だ、ね、あ本当に違うんだぜ、それ本当は有料サービスなんだよってね。ね <laughs> そのぐらいね、はい、そのぐらいやっぱりあのやってもらっていることを感じとかなきゃいけないあれこれちょっとなんかエコーが入ってるエコーエコーが入ってるそんなことないか,あ,のなか、まあいいや気にせずにやろうか <laughs>、えー、そうそうそう、えーはい、まあ女性とはかい書いてるけどねちょっと簡単その紹介文もらって、はい、私は参考にしてるんだけども、はいまあ、一応、えー、パーソナルカラーぐらいのことしか同心文化センターの講師仲間でねそのぐらいの情報しか俺持ってなかったから。はい はい、まあ何やってんのかなって聞いていくんだけど、はい、その作り、えーえー、印象アップするためのそのなんかその感じ捉え方ってのはいいなと思ったね。あ、そうですか。ありがとうございます。そうそうそう。本当ね。やっぱそうでなきゃね。やっぱり実用的じゃないよな。はい、思ってますね。本当ね。はい。 あ、これもったいないから男にもややってるよそうですね。あの <laughs> 企業様ビジネスマナーは企業様向けにも、うん、あの出張講座をしておりますので、うん、あの立ち振りまえは男女変わらないお辞儀の仕方とか、うんはい、は変わりませんので、うん、はいそれは同じように。 特にね、係長とか班長とか、肩書がついて、ちょっと勘違いして偉そうしてるような部下の気持ちが分からない中間管理職にさ、教えてあってほしいよね、ありがとうございます。あと、教えられないんですって、新人の方をやっぱり年数が経っても、それが合ってるのかどうかが分からない、長年、会社の中で。それははあるねい きちんとしたマナーを教えられるかどうかも分からないっていう方も企業様の悩みのようでそれはねもう本当もうここ何十年世の中は変わってきてるしもう今,今のそのね、まあ、俺たちの親が最後の世代だったかもしれないっていうのが、うん、親が食うだけで精一杯で,こで、ね、子ども子供のしつけどころじゃないね、うん、だからどうなんだろうな だからよくあったけど全部学校のせいでさあのモンスターペアレンツとかいるけどもそうですね,ね全部誰かのせいにしちゃって自分のこともは手目が悪いのにさ本当にな本当にそういうところ、はい、だから親、まあ、そのものがマナーがないような気がするよねあ<ー>、うん、道徳っていうのもなくなったしさ本当に、ね、ねまた最近始めたんでしたっけね、うん、道徳は。一時なく うんうん、私が高校が小学生の時には道徳の時間が確か、うん、あったのありましたねえー、たえー。せ世代世代っていつぐらいお前 <laughs> まあいいえまあ女の人さその世代, <laughs> 世代聞くのはちょっと暴力暴力、ね。いや次は大丈夫で出会い私50代なのでもう50代なのはい。すっげえな若く見えるんだよ、ねあ ありがいやおも面白い面白いお,おっちゃんがおってさ <laughs>、はい、俺59の時にね、はい、あの網走荘でやってたらねあのすごいなんか調子のいい関西のおっちゃんがね熱心に聞いてくれてね、えー、で俺年のこと言ったわけじゃないんだけどさ向こうが勝手にさ若く見えるなって言うんだよね。 そそれそれをを何基準に若く見えるだっね確かに、ねね、そ年を言ってないのにですよねだから若作りしてるように見えたのかなと思ったりしてねあ<ら>いや,、まあ、いや悪気のある感じじゃないの、えーね、それ面白いのはさそのおっちゃん何が言いたかった最後に分かるんだけど「であんた何歳なのよ」って俺59の時だったねうん、うん、俺59ですよ、ね「えー、いや若く見えるな」って「何歳に見えます」って言58ぐらいに見える。<laughs> <laughs> 大阪の方はね、面白いですよね。それが言いたかったんだ。本当に面白い。したらと思ってさ、あのそれをトークに使わせてやってます。そうですね。そう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 。あれ何の話してたんだっけね。印象アップを男女ともに。そうそう男女ともにやってるいいな。そうですね。 じゃあそれあるならもうちょっと広まってきたらそういうオファーも来るなそしたらねそうですねそうやって広がっていくのがいいんだろうな、はい、あの塾みたいにあの講座を開いて集めるって言ったってこれひょっとしたら人生のうちで1回か2回経験して育っていくような。 うん、部分が多いかもしれないね。そうですね。それでまた、なんかその感じるところがあったら、また戻ってくるって、そんな感じなんかもしれないよね。そうですね。何十年渡って、やっていくっていうことじゃ、ちょっとないかもしれないね、一般の社会の人はな。はい。投資文化センターさんでは、通年というか。はい。そうだよね。長くやってるよね、その。持たせていただいてるので。毎回違う、えっと、印象アップの方法を。 ああそ、はい、そううかメニューは豊富にな一つのことをやったから印象が良くなるということではないので,そう,で、ね、そうそうそれは本当やっぱりそのいろんな状況というかさ、ねはい、それをやっぱりあの持ち出してやってたらそれは確かにネタはいっぱいあるよねそうですね。 でなんでそういうことをやろうと思ったらこれはですね、もともと私、前職がメーカーの栄養士をしてたんですけれども、メーカーの栄養士って研究室みたいなの、食品メーカーなんですけれども、開発の方そう、開発というか、宣伝ですね、メーカーの栄養士なので、自社製品の宣伝をするという、商品説明のほ 広そうです広報というか、うん、そうですね宣伝活動普及啓蒙活動というふうに言われてるんですけれども、うん、それを栄養士の立場で成分的な話をなるして、うん、こんなにこの商品はいいんですよそそうかそうかかという話をしてたのでな栄養士というと病院でこう栄養 考えてるいうような、うんうね、イメージを持たれる方が多いんですが、うん、私の場合はあの外に出て病院さんと回ったりですとかして商品活動をしてたの、うん、啓蒙活動をしてたのでなるほど、ね、人と話すための,、うん、あの人前で話すというテクニックというか、うん、教育を受けてずっとそうだったんですね。うんということはそういう教育をしっかりするってことはまあ まあメーカーだからなしかるべきメーカーなんだよね差しかえなかったらそれ何だったの私明治乳業という会社でそれは誰でも知ってるわ粉ミルクの部門ああ、なな。るほどにいたんですねは特段は北海道で勤めたそうです北海道で勤めてましてもともと北見でそれから伊藤で北見にそんなとこあったの実は私一人駐在で一人しかいなかった一人でこの地区を担当あばしりにも 訪問させてていいたただいておりましたああそ,それはものすごい面白いあの採用のされ方っていうかさすごいねそれね。あそうですかありがとうございます。じゃあそ,それをその、まあ、管理してたやっぱりでも札幌のそうですね札幌が支社で入って北見に私だけが行って、うん、この館内の参院を回るという活動をしておりまして、うん、そして転勤がございまして旭、うん、川に。 二、うん、年あ本当は,はい。<ー>で札幌にまた三年転勤になって札幌で退職をして実家が北見ですので戻ってきてお仕事始めた、うん、あそうかなはい<ー>というわけなんですねなるほどな転勤ってったってだってほら結婚したのいえいえ私独身であ独身なのか <laughs> はいそうなんですあそれで若く見えるな<笑><笑>ありがとうございますあそうだったんだはい なるほどなだったらまあ転勤もあまあいいよっていう感じでそうですねあ<ー>まあ会社の方でも動かしやすかったんでしょうねそれは動かしやすいわ <laughs>、ね、そうだと思います俺も家庭持ってた頃はさ、はい、やっぱり単身赴任だからやっぱり二重生活だよねそうですよねもう本当金は足りないし本当大ほんとにもう苦労、ね、<laughs> 話ですねいや本当にまあだけどみんなそうやってやってんだよないやそれはちゃんとそこら辺の経費出してくれるかもしれないけどよ <laughs> 本当ねまあうん難しいよなまあなん、ね、今は本当に一人でのんきにやれてるからいいよなと思うよね <laughs> <laughs> そうですね私もその分ではのんきな感じでやっておりますねああそうかそうか、はい、それでまあこういう自由にその活動ができるそ,で、ね、それは良かったね本当ね、はい、邪魔になるものがなくてねはい、はい、ただ企業でずっとこうバリバリやってるとうん、うん、どんどんきつくなって できませんか性格ってどうしてもね求められるものに答えなきゃいかんからね。でキャリアも上がるとやっぱりなんかこうなんていうんですか自分がすごいきつい感じになってきたなというのがありましてあとそれはもう誰しもそれが大人になることなんだなってみんな納得してやるんだよねそれね。 俺,ねあのまあ、俺なんかもう極端なその自由人というか給料もらうことしか考えてなかったのがまあ情けないんだけど49歳の時にリストラになってさもうその時にねす,すごい変わったのがねあの花粉症と水虫が治ったんだよね。 あ,あ、だからよっぽどストレスだったんだろうな。<laughs> すごい。今なんともないんですか。か治るんですか。治るんだよ。すごいでしょう。あ、えー、ら、本当に当時の研究ではさ。あのあ、花粉のアレルギー、アレルギーっていうのは、そのある程度の、その。強要。はい、そうです。それを満たしたら、はい、その、もう二度と治らないんだよっていう。そう,そ,うそういう研究でみんな、あの、共有してたんだけど。あのそ,うですそうです。そうです。 ところ違ったんだよね俺のなんか実際はねへらそれはねやっぱりじ自分が萎縮してたんかもしれないその上司と合わなくてその、うんかそんな感じだと思うんだよねだからその邪魔者がなくなったら<ー>もう全てよくなったみたいなへえそういう方もいらっしゃるんですねういや俺の場合はねちょっとやっぱ変わってるかもしれないんだよねうん,うんやっぱりねだから 昔からお客さんに言われてたんだけども、ね、いろんな車やったり家電やったりいろいろしたんだけど、うん、お客さんはねあの上司とは合わないけどお客さんとはすごい合うからね「あのあ<ー>お前はもう早う独立せ」えってねよく言われとったね、<ー>なんで独立しないんだ」ってね「<ー>いや自信がないんですよ」って言わ <laughs> <laughs> サラリーマンでさそのやる仕事っていうのは会社が提案する仕事やね そうですね、車を売るっていうね、はい、いや車好きなんだよ車好きなんだけど、はい、だけどなんかやっぱりねそれを仕事にするっていうのはなんかね思い切れなかったんだなやっぱり今のこの音楽やってるそのやり方がただそこもまだええ選,び選べなかったねうん家庭もあったからさい だから、うん、いきなりその稼ぐ自信がなかった音楽ではねだから、うん、そ,そ,のそんなのもあったしから、まあ、今,今から思い返したらよかったなと思うけど、ね、うんなんかう経歴見てるとねフェイスブックの経歴を見てると、うん、高校5年行ったってよ、ね、学校好きでさ <laughs> <laughs> あなんかええー 持ってみてたんですけれども。<や>はい、本当にね、もう、ええ、もう学校とか、会社とかさ、そのこうしなさいって言われるのが、もう本当に苦痛でね。だ、ええうん、から、ね、やっぱり発達しょうがないんだね、俺の頭はね。授業中にさ、<laughs> うん、散歩行ってくるわ。<laughs> ええ、それは先生、困る、ね。困るよね。本当に。俺、全然悪気ないんだよね。うん、散歩行ってくるわ。 扱いにくいだから最初から学校なんか行かなきゃよかったんだ俺ね <laughs>、うん、今思えば、うん、今思えば <laughs> 本当に思うけどまあまあいいんだけどそう,そうやってね社会と格闘したおかげで、ね、社会の歪みも分かったし、ねえー、いろいろ騙されたし <laughs>、えー、<laughs> あごめんごめんあのクロスさんの話に戻さないとね<あ>せっかく来てもらってるのになあ、はい、一回ねあの俺がその。 このまああのラジオが始まった時にさ、はい、あの同新文化センターのパーティーでね、あの A からとりあえずみんな一回あの出るようにしてあげるから、ええ、あのなんかやっぱり喋ってもらったって誰も本当に動かなかったね。いやーなんかこう緊張するんじゃないですか？うんうん、ラジオ。まあそれはそうかもしれないけどさ、はい、本当にいやーでも。

まあ、京セラでね、その哲学を学んでね。あの、稲盛和夫の哲学を学んで。あ、京<ら>セラと言いますとね、稲盛和夫ですね。ね、だから。はい、そういうのがあって、人生を大きく変えた人なんでね。うんうん、だから、一番やっぱり行動が早かったんでね。だから、俺がパーティーで、そのみんな、あの、ラジオ、あの、出て。なんか、やっぱりやったらいいよって言った時に、誰も。知らん顔しとったのが、その人は、その後に。 確か入ってきたような気がするんだ。その時いなかったような気がするんだよね。そうですね。うん、あの場合にはいらっしゃいませんでした。いいそれで、はい、あのなんかどこでききつけたのか、えー、あの出させてもらってもいいでしょうかって来たんだよね。だからやっぱり、うん、あのまあ、そっそこから口引きって。 笑いヨガの、えっと、なに、あ、森実さん。森実さん。森実さん、森実さん、お若いですよね。あの人若いよね。いや、私、ここであれですけど、年齢聞いて、びっくりしました。そうそう、年齢はね、結構、大人。すごいびっくりしました。はい。やっぱりね、あの。芸能人もそうだけど、やっぱり。そこら辺でやっぱり責任持とうとしてね、やっぱりね。持とうとしてる人は、やっぱり、ちゃんとしてるわな。うん。うん。お。 俺もさその,あのタバコを一回やめたことがあってね、うん、いつだったかなあれはもう2年か3年ぐらい前だけど、うん、タバコをやめてタバコをやめたらブクブク太っていってさほんとやら太ってあのそ,その時のねまあそ,もうその太り出す前もまあよく太っておったんだけどそれで太っていっていよいよその衣装がさ ね、まだその頃ちょろっとモノマネやってたからうん、うん、その衣装がもうきつくなってきたんだよね。うん、こりゃいかんわって健康のためにタバコやめたけどさやっぱりなんかその仕事のためにやっぱりもう一回タバコ吸おうと思って <laughs> タバコ吸ってなんとかじわじわ戻,戻してきたんだけどほんで今ねちょっとだいぶ意識が変わってねのコロナのせいでさ、えー、俺はもう。 このコロナはもうなくなることないでしょ。そうですそうです。うん、で私もそう思います、うん。なくなることないから、はい、おそらくもうもう近いうちにねみんな完成してあの抗体まあ集団免疫、はい、それの状態もなってるような気がするんだけど、まあ、はい、それでね俺たちが何するかっ,て言ったら自分のその防衛力免疫を強くするね。うん、でそういう時になんか何かの情報でさ免疫を作るっていうのは腸が作ってなってね。んほんで腸腸腸は あのー、どんな時に免疫作るかっつったらさそのだってんだからその飯,飯は食ってもいいんだけど、あのー、飯と飯の間をできるだけ本当はもう理想的には、ね、12時間、ね、だから24時間だったら飯食うタイミングを2回ぐらいにしたらさ本当いいんだよね。ああ だだってそ<ー>そうそうだから昔はね二色だったって、うん、江戸時代うんやっぱりそれぐらいやっぱりちょうどよかったかもしれないんだよなだから、えー、あの未開発の文明の入ってないそのねあの民族あたりがさ本当とばい菌だらけの環境でさすごく健康なのはさ <laughs> そうですね。うんなんだろうねやっぱりその飯なんかほとんどありつけないね。 うん、だからそのあのトマトなんかもさ水をあんまりやりすぎたらもうダメになるんねでね水を抑えた方が甘くなるく、ねえー、だからやっぱり生き物っていうのはそうやってさあの飢餓状態だと真剣になってなんか戦お,う戦おうとする力がまあ出るっていうねだからそれがなんかどっかで研究されて、はい、あそうかそうかってそのリズムを取り入れたらね 本当、俺が本当その二十もう本当世の中で飲んで飲んで歩くことを覚えてから、もう何十年もたまったそのあの内臓脂肪やらね、そのなんだあのななんだけあの腸の中のあの宿便の宿便宿便がね、はい、最初ねそのそのリズムを始めたらね、なんか軽い下痢のような状態になったんだよね。だからやっぱりそれ多分宿便が出てたんだろうなと思ってね。 だからお俺割ときあの顔が太らないからさ、気せするタイプなんだけど、でお腹がぽっこり出てたんだよね。それがなくなってね、すーげえよかったよ。だから今なんかす,すごい良かった。だからそれはもうコロナのおかげだなと思ってね。コロナがなかったらそこまで考えなかったかもしれないよね。朝昼晩食って今度寝る寝るまでにまた食って、だから一日四食成長期じゃねえんだから、そ食いすぎだしちゃう。<laughs> ほんまにねそんな生活も何十年もやってたんだからねあごめんなついつい俺の話ばっかりになっちゃうねどこまで話聞いたんだっけなどこまでどうしてこの仕事をしようと思ったんですかどうしてこの仕事をしそうと思ごめんですさ シェア争いしてるじゃんそうですね森永さんと明治とあと雪印雪印ぐくですけどねダントツの雪印を追っかけろ北海道は圧倒的な雪印のやっぱり地元といいますかただ北海道の方はご存じないんですけどああそうなんですよ 北海道の土地柄が雪印。雪だ、ダントツ雪印で。あ、そうか、俺北海道長いから。そう,そうです、そうです。雪印が日本一だと思ってた、俺。あのーああ、そっか、違うな。明治入業が日本一の仕上げ。ああうもう退職してからもう十年以上経つので、ああ今。の性格は、ああかはわからないんですけど。ああもうずっと。一位。そうか、明治っていう名前自体がね、うん、古いもんね、やっぱりね。 多分明治時業、ね、でそうだったんだそうなんですただ北海道ではちょっとね肩 <laughs> 身の狭い思いをいやまあそれは雪印があのいち早くね新しい市場を見つけたってことやろな、ね、そ,そ,そうなんですそうなんですそで俺昔ね盛永に勤めてる社員サルマにね勤めてるあサルマに工場がある,、ね、あるんですよねその人がねあの、まあ、車やってる時にさ買ってくれてなんか気のいいやつでだから でシャリ行ったり本州行ったりしてほれで何十年かたってあれ、ね、またあのサルマサルマサルマで会ったんだよねおーっつってね <laughs> いやまあそ,それだけの話だけど、はいうん、だからそれもねやっぱり雪,雪印をかけてですねそうなんですね, <laughs> でね俺,俺ねあのなんか あのクリープが俺好きなんですよ。えらい喜んでね。ね森永さんのクリープ。です美味、ね、しいですよね。おいしい。子供の頃さ、クリープが出た時さ、クリープだけ食ってたよね。俺。ああ、私も食べてました。あれ、あれクリープ美味しくて。あれだけ食ってたよ、ねはいうん。口の中、パフパフしながら。はい、<laughs> ああ、なるほどね。あ、そうか、そうか。明治で学んだ。明治で、はい。ね、それでも良かったよな。ほん、はい、で、でもさ、その。 退職したからっつってね、それを旗揚げするっていうのはほら<あ>結構根性あったね。そ,そうですよね。ほらそうだよ、最初の。最初はやっぱりこう、うん、講座の内容も自分で考えたんですよ。うんうん、どういうことあの、うん、印象をアップするためにはどういうことをしたらいいのかなというのを考えたんですけれども、うんうん、でそれをでもどうしてしようかと思ったのが。うん 私がちょっと人に硬い印象を持たれてたんですね。うんうん、はい。で人によってはなか怖い人だと思った。あ、そう。はい。って言われたりとかしてたんですよ。うん、でそれを私その時は別にいいと思ってたんですね。うん、まあ話せば面白いねって言われてたので、うん、あのー、まあわかる人が分かってくれればいい。 というふうに思ってたんですけども、そうすると自分の印象を変えようって思わないですよね。なるほどね。思ってなかったんですよ、自分で。まあこれでこれでいいって思ってたんですけども、でもなんかこうお仕事がね、パキパキできるですごいって言われるよりも、会った人があの人感じいいね、もう一回会ってみたいねっていうふうに思われる方が人生で得なんじゃないかな。 うん。だから俺本来そうあるべきだと思うんだよあそうですかあれやっぱり人の世話にならなきゃ生きていけねえんだからさやっぱり人にいい印象を残すべきだろうと思うよん。だからさ目つきが悪いだけでもう犯罪なんだよね悪い印象その人がもうそうでなくてもね顔のいい悪いじゃなくてそうなんです顔のいい悪いじゃなくてはい あの温泉とか行ったらさ、なんか本当、目つきの悪いやつ、それから背中に漫画描いてるやつとかさ、いるけどさ、<laughs> まあそのだけみんな悪い奴つとは言わんけどさ、はい、そ,のそうだよな、まあ、入れ墨にしたってさ、うん、それがあのいいよとなるまでは、おそらく俺たちが死んで、俺たちの子供も死んで、そのぐらいの人が入れ替わらないと、それだけの、ね、マイナス感情はなくならないだろうな。まあ日本においいいてははそそううですすね思ま だからそういうものをしょっちゃったらやっぱりまあしかしの時っていうのはそういう判断もできない状況に追い込まれてねそういう漫画描いちゃったのかもしれないけどね、うん、そうかもしれないです、ね、その人しか分からないその辛さはあったのかもしれないけどねはい、うんまあ何ともいえない簡単にはあの避難はできないけどね、はい、そう,ですねうんだからやっぱり印象っていうのはすごい大事で、はいうん、この人とまた 会いたいなっていうのはやっぱり最低の礼儀だと思うよな。礼儀だな。そうですね。え自分がその硬い印象を持たれてたのでどうやったらそれを変える変えれるのかっていうのを考えるようになったんですよ。そこを考えたのがすごい。それを考えてでそれを講座にしたんですね。ちゅはその考えたっていうのはさ作ってくるそれを考えようと思ったっていうね。ああそうですね。もそれを考えようと思ったっていうことはすごいよね本当に。と思う。 だからそこを考,考えようと思ったから、ね、こういうができたんだろうしね。そうなんで,す、ねうん、でまあいろいろ,いろいろ印象をよくするのって、うん、一つのことをやれば印象がよくなるわけではないので、うんはい、ビジネス的なものとあと柔らかい感じのもので、うん、パーソナルカラーですとか,か,か色を取り入れて。僕は最初そのパーーソナルカラーっていう言葉だけで、はい すごい新鮮でへえと思ってね意味も分からずに男性はね女性は結構知ってらっしゃるんですけど男性はあんまり変わったことをしたんだなと思ってね思ってたけどねそれはあ後から取った講座なんですね仕事をしてからそうかそうかじゃあもう根本にあるのはその印象アップ印象アップってったらちょっと伝わりにくいところあるなそれよりもやっぱりみんなの中で気持ちよくまあ あの活動なり生活していこうっていうことなんだろうねそうですねマナーというかねマナーとはい<ー>なのでいろんな講座を、はい、やらせていただいてるんですけれどもうんいやそれいいことだと思うよほ、うんうに、ん、話,話の上手な人っちゅうのがいてね、はいうん、話の上手な人はほとんどしゃべらないんだよね あ聞き上手ということですかう,うんねここにいる山崎ひとみさんがさ <laughs> 俺いつも思うんだけど <laughs> この人話上手だなと、てじっと人の話聞いてる本当にだからみんなあのひとみさんにね話するよあそうなんですね <laughs> 話を聞いてやるのはさあの実は有料サービスだよえっそうなんですか 誰が人の話聞。<laughs> 歌にもあったの。俺、俺の話を聞けとあったの。ありました。どなたでした。いや、そう、<laughs> あれね、<laughs> みんなで、ね。自分のな、その思、思ってること誰い。誰も聞いてくれないから。誰も聞いてくれない。本当に。昔なのみんなでて。だからね。話を聞いてあげるってうのはね。本当、介護の、本当重要な項目な本当<で>に。聞く、聞くこと大事ですよね。ね。 また変な話にしちゃったなごめんな。いいですいいです。ね、ここ、はい、で,でさちょっとこのまたちょっとまた思い出したらその話も聞きたいんだけど。はい。あのパーソナルカラーすると、はい、ここであの就活。あそうなんです。はい。このだってさまだ就活なんかテーマに挙げられる年齢じゃないのにさ、うん。これはなんでこれ興味持ったのこれ。あ、それが興味持ったというか、うん、たまたまなんですけれども、うん、私がこう広告で。うん。 出しててこの「ビジネスマナーとか教えてます?」っていう広告を出した時にそれをご覧になってた保険会社の方が代理店さんがんかったんですってそれで私ちょっと話してみたいってご連絡いただきましてそそろ何感じたんだろうなだって印象アップのマナー講座でしょ あそれを、あマナーを学んで、自分の,その就活関連の保険を売るスキルをつけたいと思ったのかな、そ就活カウンセラー、就活の話を、うんえっと、みんなに広めたいと思ってらっしゃったんですよ、そこで。うん、でも、社員の方が男性だから、うんうん、そういうのは女性から話す方がいいんじゃないかって。 思われたみたいなんですね。ああなるほどなるほど。それで、うんうん、もし興味があるんだったら資格を取ってみないかって契約講師みたいな感じに。うん あああらででもそそそれすすごいいいりりががたたんななううよやらないかって言われてもう芸能人だったら CM1 本撮っても <laughs> そ,それでもっともっと私お勉強するの結構好きなんでこう調べたりするのも好きだし<ー>話もできるから自分の講座も作れるからと言ってやってみますって言ってそこであの就活の資格を取らせていただいて、うん、ああでよかったな,それ,そ,なそれはな本当にそうそれでやり 契約していったら、うんうん、まあお話に行くっていう感じの仕事をしたんですが、ねうんうん、そのこところの保険代理店さんは一年でもう閉めちゃったんですよ。うん、あら、それはね残念ね。<laughs> そうもとです。ごけご高齢な方で、うん、85で会長さんでだっで、ね、あそうかそうか。だから何年もやらないなとは思ってだったんですけれども、なるほどね、はい。それで、うん、まあなんでも資格も取ったし自分でやろうと思って。うんうん 同じさんに講座を入れて頂い,いたら他の市町村の方からも就活ってあの今どこでも結構興味のあることこれはねることはね、はい、ほらベビーブームが今本当はもう末期を迎えてるからね、はい、これからやっぱり10年や15年はねやっぱりもう社会的なそのテーマだと思うよこれはね。そうなんです、ねうん、マナーも大事だけど、ねはい、やっぱりそうだろうなあのベビーブームの人、まあ、特にその上の時代の人っていうのはもう。 とにかくもう必死で働いてきたからね。はい、だからそれ以外のことをすべて犠牲にして生きているような人もいっぱいいるから、そのうまく生きることなんかできないと思うよな。うん、だから終わり方ぐらいそのそうです、ね、ちゃんとこれやっぱり、うん、広めていったらいいんだろうな。はい、<ー>それ面白いんですよ。<の>うん、就活の講座もとってもやってて面白いんですね。だと思うわ本当に、はい、で今からさ、そ,のそこそこら辺のその なんかあの始末の仕方がね、ある程度来れてたらさ、あのいい終わり方ができるだろうな。そうですね。<laughs> あの私が取ってるのは就活カウンセラーというところ、いろいろ就活のあの団体様もいっぱいあるようなんですけれども、就活カウンセラーというところなんですけれども、そこでは人生の棚卸しっていうふうに、んうん、棚卸ね、言いますね。そうだよね。何をもう持ってきてるのか、何を持ち続けてたのか自分では分かってないもんな。そうですね、はい。 いや俺本当北見の家を整理した時にねだいぶ捨てたんだけどね、うん、今こうやってあれからもう10年ぐらい経つのかなだけどまたまだいらんもいっぱいあるなと思ってるわあ持ってきたものの中にですかほんにもうなんかやっぱりさそのあれテレビで何か言ってたのかなその貧乏人の家ってうのはものがいっぱいあるんだってね<ー>金持ちの家っ,て言ったらもう何もないんだから<ー> <laughs> そうかものを捨てなきゃいけないんだな <laughs> <laughs> 思ったりするんだけどなかなか本当にちょっとまあいろいろ整理していかないかんなと思ってるよねそうですよね,ねどうしても増えていきますよね増えていくそうか、うん、人生を棚卸しして、ねはい、それは言えてるわなほんとな要あ,あの棚卸ししたらそのあの捨てなきゃいけないものも出てくるし、はいわまあ、分かってくるし変、はい、えなきゃいけないものもまあ意識させられるわなそう,です、ね、そういう解釈でいいんでしょうかはい。 で就活というとなんか皆さん、うん、ああの就活程度聞いてみたいって方と、うん、そんなの必要ないっていう方二つにこう分かれるんですけれども、うん、あのやりたくないとか必要ないっていう方はなんか終わってくっていうイメージが嫌だっておっしゃるんですね。うん、まあそれは認めたくないだろうね。そうなんそうなんです。自分それはそう、はい、バタバタしてんで。はい。でも就活。 っていうのは、うん、生き方をこれからどうするかなので、うん、自分の生き方を考えるっていうことなんですよね,ね生命保険だってね今はね、はい、生きてるうちに払おうっていう考え方になってきてるからね,うん、うん、ね死んでからもういいやねがかってねそうですねなってきてるもんねはい、うん そうじゃ、まあ寿命が伸びちゃったからね。いや、本当にそうですよ、ね。だって、お俺、子供の頃のさ、五十歳っつったら、もう、もうじじいばばだってさ。その六十なんても,う、はいもう、本当もう、もう年寄りだったよね。お年寄りっていう感じでしたよね。うん、だけど、今、俺が六十一になってさ。あれ、そうなのかな。いや、まだまだ、いろんなこといきますよね。そ、うんね、はい。あ、そんなケース、だから、まあ、まあ。まあ、今、平均で八十歳なのかね。はい。だから。 俺たちが八十ぐらいになる時にはさ、百ぐらいになってるような気がするんよ。あ、んそんな気もするんだよね。だからまあ分からんないけど、ただ生きてりゃいいっちゅうもんじゃないからね。やっぱりうん、うん、あの死、ー、没ができて生きていないとさ、ね、具いっぱいつなげられてその心臓を動かされて人工呼吸で生きてたってさ、<ー>だったらもう、はい、殺してもらったとがいいなって気がするしね。あ、そうかそうか。この就活講座はね、やっぱりどんどん P.R. してったらいいと思うよね。あ、そうですか。 よろししくお願いいたま今日あもうあと17本しかねえけどさ <laughs> 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 思い出したらさんだその印象づけるその就活講座のなんか、はい、一つの言葉なんかあったら一個残しとけいいなまあ思い出したらでいいわ、ね、気が付いたらでいいわほんはい、それ絶対いいと思いますよね。うん でパーソナルカラーについてはどんな感じなの？はい、パーソナルカラーというのは、うん、あのー、人は持って生まれたパーソナルによって似合う色というのがあるんですね。うんうん、なるほどね。そうなんです。うん、で、それはそれを診断するこの色が似合うますねっていうのを診断するが、うんうん、パーソナルカラーアナリストの私のお仕事なんですけれども。ああなるほどな、ね。はい。うん じゃあ,あの服のまあ組み立て方だそうですコーディネートとかもそうですし、うん、で似合わない色を着ると顔色がくすんでしまったりとか、うん、シミとかシワが目立ったりとかたるめが目立つでも、うん、似合う色を着ると張りが出てツヤが出て、うん、シミやしくすみが目立たなくなるっていうものなんですよね、うん、バランスがあるのかなやっぱりねそうなんですよ、うん、でそれがあのー、本当に、うん 私診断した後に、似合う色と、似合わない色っていうのを。あの写真で実際にクライアントさんにとって、自分で見くわれてもらうんですよ。そうすると、全然違うっていうふうに。いいね、それね、おっしゃいます。いいねそ,ね、そうです。うん、あのお化粧をしている人と、お化粧をし,してない人の違い。そうなんです。ね、そうなんです。顔のやりとかツヤがなるんですね。<う>はい、で、これ。 年配の人がおしああよくおっしゃるのがあああの今更、うん、もうこの年になって、うん、あの色にそんな色を見分か,かっても私何でもいいのっていう方もいらっしゃるんですけれどもあああのこのパーソナルカラーというのは年、うん、を取った人の方がより来た方がいいんですよ。 そう思うなそうなんです若い時はお顔の張りと艶があるので似合わない色を着ても自分の張りと艶でカバーできるんですよなそれはそうかもしれないでも年を取るとシワ、たるみ、くすみ出てくるので似合わない色を着るとよりそれが目立つようになるので色でカバーしてもらわなきゃいけないようになるんですねなるほどねそうなんですあ、でも結局さその ざっくり言ったらその原色に近いその明るい色がいいんでしょ。うそうでもないの？違うんです。坂畑さん。そうでもないの？その単純なものではないんですよ、うん。<laughs> どんな、はい、どんなことなの？はい。あのー、色ってもうすごいいろんな色があるので、うん、あのう、ーえっと診断の軸って三つの軸があるんですけれども軸、軸ね。はい。うん、イエローベースと言われているクール系の色。うん ブルーベーあイエローベースというので温かみのある地表記ですっ、ねえー、とブルーベースっていう冷たい色の軍が似合うかどうかの人と,、うん、えと明るい白に近い色がいいか、うん、暗い黒に色がいいかの似合う軍の人と先ほど高橋さんが言った明るいはっきりした人と。うんうんうん 穏やかな色が似合うかっていう3つの軸の軸診断があるんですね、うんはい、なのであの一概に赤がいいっていうわけではなくって、うん、赤の中のどういう赤が似合うかよりオレンジっぽい赤がいいか<ー>明るい赤がいいか暗い,赤がいいいい赤赤ががかか暗っていうそれがその,、はい、その人のなんか、うん、その人その人によって違うその手がかりってなどんな感じなの すごいやっぱりいいところをね、お付けてお話されますね。ねはい、そう、それが、私が持って生まれたものなんですけれども。うん、この目の、色や。目の色。はい、目の色、<ー>肌の色や。あ,<ー>あと髪の色や毛量。はい、は、う、い、ん、はい、はい。あと、眉毛もそうですし、まつ毛もそうです。ああ。なるほどあと、口ぶりの色も。持って生まれたものでありますよね。変わらないですよね。それで、どの色が似合うかという。のがあるんだ。

マナーだよなやっぱりな、はいうん、眠たい顔してそのなんか死にそうな顔してやっぱりそ、うん、外に出ちゃダメだよねやっぱりなそうですね,ねマナーもとっても大事だと思う、うん、ただマナーはこう練習しないとできないじゃないですか、うん、でも色は練習いらないんですよ、うん、なるほど、ね、切ればいいだけなのでだけどさその、はい、ああそうかそうか だいたいもうその人に合う色って決まっちゃうわけだ、だそうです決まって持って生まれてるので決まってるっていうことですね。決まってる。俺は俺はどんな感じ？いやだから診断してみないとわからないんですね。あ診断があるの？はい。色でこうニを当てて。あそうなんだ。はい。顔色の変化を見るんですね。はあその生え方を見るわけだよそうですそうです。あそうなんだ。でこの色の方が顔色青ざめたねとか。 はい、ちょっとくすんじゃったねっていうのを見るんですよそうかじゃあまあ今後そういう視点で見てみるわぜひぜひ <laughs> 俺の顔色は大丈夫かとあんまり <laughs>、はい、あの服の材料は持ってないけどさ <laughs> やっぱそういう視点があると思っただけでもやっぱり違うよな、はい、へえそうなんだっていうかね、はい、うんなるほどなまあいろいろ着々と広げてきたね大したもんだね、はい、あ,ありがとうございます<ー>少しずつですけれども、はいね、結局ほら 俺、その同心始めたのが、縁があったのが、八年ぐらい前だ、だから。だから、うん、さっきの話聞くとね、同じぐらい、はい、おったわけよね、なんだな。ね、<ー>オカリナの先生。そうそう、オカリナの講座でね、始まったんだよね。はい、うん、まあ、オカリナがいまだに一番多いけどさ。ええ、うん、ありがたいことでさ。 同心の,の,の文化センターからじゃ全然儲からんけどさそ,うそれがやっぱり <laughs> <う>看板になってるのやっぱりねあと自分でこういうことやってみようかなっていう時の練習になるというかあそれはあるないきなりはできないものをちょっと反応を見るっていうことも同心、うんうん、さんだとできるのでね,それねやっぱりね、はい、やっぱり一番良かったのはその教えることによって勉強になることがいっぱいあったなそうですね。ああ本当に 教えなきゃいけそれであのもう本当今でも,もう悪夢のように思い出すのはさそのウクレレ講座をさ小野ちゃんがさあの、はい、札幌行くからって「よしじゃ、まあ帰ってくるまで俺が、ま、見とちゃるわ」つってねそれで人から預かった講座だからさ俺必死でやったんだよねはい。でも音楽理論だろ何だろうっつってね1年たった3月の末本当にみんなテストなんでやめたからね二十何人。 んだからそれまで受講生つまんねえ講座にも,もう大切なんだろうなと思ってさだから,あああら何にしに来てるって、ね、音楽大学入ろうと思って来てんじゃないんだよなと思ってね<ー>そこら辺がもう全然分かってるから俺一生懸命、うん、一生懸命やっぱり伝えなきゃいけないんだっ、ね、扱ってるもんだからでお金らのほうはさあのもう受講,受講生ベースで。 ねあのね俺がもしいろいろやらされてるみたいな感じでやってるからねか <laughs> そうなんですかそうだからいいんだよねだからまあまだに続いてんだけどあ,あれはね俺も悪夢だったねそうですね20何人いたんだよいやでも二十何人いらっしゃる講座って、うん、なかなかね、うん、それねあの小野さんのねの人柄で、うん、人柄本当にあらそ,そんなんで俺が入っただけでもう相当の違和感だと思うそれ ね、だからよく1年間我慢したなと思 <laughs> う本当にねやっぱりなだからそれがねやっぱり一番ほら勉強になったなうん、うん、あそれはもういい経験させてもらったほんとだだかなやっぱりそう,そういうことで学んでもちろんその,あの講座を進めるのにも、まあ、楽しさも必要だし、はい、その伝えなきゃいけないことも必要だしね、はいで じーっとその待ってあげるっていうね、はい、その技術的なものってのはすぐ伝わらないでそれこそ長い場合は1年2年ぐらい待ってあげなきゃいけないねずっと待ち続けてあげなきゃいけないぐらいのやっぱりね気持ちは持ってないとそれでまたすぐできる人もいるからその中のその気持ちのねそのなんつうのかなその辛さっていうのを埋めてやらないかもしねやっぱりね。やっぱり そこら辺は一番なんか学んだとこだな、ねうん、だからやっぱりそ,のそこら辺ではねその同心文化世代の縁があってよかったなと思うよ本当に、ね、うん<ー>そうですね。すかかな,なかなかこう、うん、定期的に単体で講座をポンと開いても、うん、また何回も同じ人と会うっていう感じにはならないですもんね。 学ぶこと。ありますよね、うん。そうだな、よかったね、はい、本当ね。ええ、本当だ、本当だ。まあ、本当に。やっぱり、なんか、そう、こういう、いろんな縁があって、えー。そこをちゃんとやってれば、まあ、仕事になって、えー。飯が食えるようになっても、いくんだろうな。うん、と思うよね。うんうん、だから、まあ、黒井さんあたりは、すごく実績を形に残したよね。すごいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、あれ、いつだったかなその。 前はさあの、はい、すごい立派な校長先生がさその退職後に手伝ってた時あったでしょ鈴木さん、あの人大好きでさトイレをき,きれいにしようだとか、まあ、い,ろいろんなあのエピソードを持った人なんだけどその人がいっぱい口座を増やして口、うん、座が150いくつかあってね。 だけどその結局その動いてる講座は70いくつぐらいしかない、ね、半分ですねうん結局講師はいるんだけど受講生がいない受講生がいなかったらないのと一緒だよねうん、うん、だからまあそんな実態も見たりしてねあでもそれが現実だよなねだから結局講師がいるだけでもやっぱりすごいことだなってねでそれまた続いてきてるっていうのはすごいことだなと思う。うん もう6分切っちゃいましたどうしよう何をまとめるクロスさんが一番 PR する俺から言いますと就活いいと思うよ就活軸にしてやっていったらいいと思うよそれはもう大きなお世話だけど結局同心のさ、そはスキルアップでいいと思うけどこれからやっぱり独自のオファーを取れるように持っていったらいいかもしれないね。それで あのそっちの方結局さそのもう随分もう年齢を重ねた人が就活を語るのはいいけどもだからそのまだ若い世代の人がね就活を語るっていうのはこのきちんとあの整理したねそのまあ理論っちうわけじゃないけどそういうことで伝えられるとなかなかなめられるような感じがするんだね、うん。 結局お前らみたいな若そうになるのは何で教え,教えてもらわなきゃいけないなひょっとしたらそういうのがあったりしてねあ<ー>だから真摯に研究してるんだってね、はい、だから結局、ねうん、例えばほら哲学なんかでもさその大学で例えば哲学を学んで研究したってね。で 大学で学んで研究したのは理屈は分かるけども本当の,そのまあ現代研っというのはまあ未熟なわけだからねただそれでもそうやってその講師とかいろいろ指導する側にはなっていくんだよねやっぱりね,かる力ねだからやっぱりそういう覚悟を持ってやると対象者はめちゃくちゃ多いもんねそうですそうです,うですうち,ょちょっとそれ果敢にやったらえと思うよ金なんか使わないでさそのまあ今だったら SNS だとかもう動画作ってその PR するとかね ああ俺、経理なんかをねあの自分でその会,社にし会社でねその個人事業主でやった時にさ、うん、そこら辺のことを学んだもやっぱ YouTube だもんねーん YouTube でねそのやっぱり税理士あたりがいろんな気の利いたことを解説動画作ってくれてるんだよねうんあそこら辺やったらええかもしれない、ね、んだよね。そうや、うん、って金かけないで宣伝していったらええような気がするな。 就活はねちょっと去年あたりからなんですけど去年おとしぐらいからなんですけど覚悟を決めてやったらいいと思うよちゃんと年上の方はご指導しますご指導したらおかしいすね。これだけ研究しましたです言うんでぜひぜひ網走でも読んでください就活のまずその動画なんか作ったらいいかもしれないね人生の棚卸しの仕方動画とかね 何かもしれないね本当なんか大きなお世話だけどまあいろいろ曲もかけながらやろうと思ったんだけどなんかあっという間になんか終わっちゃったんだけど<あ>うんちょっと BGM 流しながらちょっとやってみようかな、えー、ちょうどいいや軽く流しながら、えー、あともう3分ぐらいで終わっちゃうんですけども、えー、今日は同心文化センターの講師仲間でねクロス美幸さんに来ていただいて。 でまあ、僕は本当にそのパーソナルカラーぐらいしかちょっと知らなかったんだけどもう今日聞いた中ではその、まあ、女性のマナーアップマナーアップ、ねえー、そこら辺もあるけどもやっぱり僕が一番興味持ったのは就活講座だな、うん、これだからあれだもんねいろんなその企業あたりからもオファー入ってるみたいだからね。そこらら辺をやっっぱり広げていったら 面白くなるだろうね。うんうん、で普段はさあれあれその何て言うの自宅でなんかそうですパーソナルカラーの診断は自宅で完全、うん、予約で、うん、それさその広告は何やってるあの告知は告知中か告知はあのーうん、えっとホームページです、うん、ホーームページあじゃあホームページに <Facebook> そのはいスクールミューで就活の方もちょっと強調したらええと思うね、はい、だから。 それを受け付けますねええかもしれないよ、はい、ぜひスクールミューで、うんうん、北見スクールミューで検索してくださいスクールミューねはいスクールミュー、はい、そういう告知があるねなんかワンデー講座お試し講座があるんだよな、ね、はいお試し講座が11月11日水曜日あこれじゃんこれ就活やんこれそうですそれが就活の、はいうん、これは同心文化センターでしょ同心文化センターのワンデー講座でね、うん やってください。覚えやすいんで、十一月十一日ね。俺があのそうそう四十年前に東京へ出た日です。あそうですか。東京へ出た日。十一月十一。で十一月十四日はパーソナルカラーの方のこれ土曜日。はい体験講座で三十分のプライベートレッスンになってます。なるね。はい。これはもうあの講座料も安いんだろうね。結局ねこれは。あそうなんですね。えっとあ。 あのー、普段から通わないといけない方は入会金がかかるんですけども。うんうん、ワンデー講座は入会金無料なんですね。あ、そうだよな、ね、取ってない,、ねはい。講座代だけで、うんうん。そう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 。はい、ね。そうだ。講座、講座を受けるって言った時に資格を取らないからね。入会金、入会金がかかるんですけど。うん、北見同士文化センターに問い合わせていただけると。11月11日に人生頼もしい就活の講座、えー、それから。 十一、えー、月十四日土曜日にパーソナルから体験講座がクロスさんでやれるようですね。はい、それはまあどっかで興味持ったらやってください。ぜひぜひ。うん、じゃああのー、もうあっという間に一時間経ってしまいましたけどもね。今日はあの北見からよく来てくれました。<あ>ね、はい。こちらこそお招きいただき<で>ありがとうございます。まだ本当同種文化センターの人いっぱいいるんでさ。たくさんいらっしゃいますよね。やる気あんのかみんな。<laughs> <laughs> せっかく、金いらねえつって言ってんのに、<laughs> さ、まあいいけどさ。まあ、そういうわけで、えー、10時は、オッサンズの枠です。明日は、FP、トモローさんですよ。じゃあ、えー、えー、みさん、あのー、あ、終わっちゃった。<laughs> 終,わっね、終わっちゃった